インスタの質問。はい、ではですね、インスタの方にも質問をいただいたので、今度はそっちを行きますね。あ、はい、ミミコロキャンプさん、はい、いつも夫婦で楽しく拝見しています。キャンプへ行った時にこれは気をつけた方が良かったなとか、うん、使い勝手が良かったギアなど教えていただければ嬉しいです。はい、ね、気をつけないといけないのはやっぱり騒音です。はい私たちね、こっぴどく怒られました。はい、ですそうなんです。今も残ってるんですけどね、やっぱりその夜分遅くと言っても自分たちの物差しのそのね、夜まだいけるだろうって思うその物差しで、やっぱり他の人のその遅いっていうその時間帯ってやっぱりちょっと違うところがあって、まあそこら辺でね、まだ迷惑じゃないだろうと思ってやったことが、まあ実はね、もうそんな迷惑キャンパーですよってもうすごく怒られて、すいませんでしたっていうことになったんですけど、そう、その時のそのキャンプ場の雰囲気も、あ、まだ大丈夫だなっていうのもあったから、自分たちはこうやったつもりだったんだけども、それがやっぱりね、まだちょっと初めて間もなくて自分たちの知識も足りなかったっていうのもあるんですけど、やっぱ騒音は気をつけた方がいいのかなっていう、ね、ある程度早い段階で入って、音の出るものはもう明るいうちに済ませておくっていう基本的なことなんでしょうけど、まあ、そこは気をつけた方がいいかもしれないです。で、まあ、あとその夜にね、車で移動とかっていうのもやっぱりいるんですよね。車で例えば誰かキャンプしてて、そこに友達を呼んで、でまた後からどんどん車が来て、でそれなりの、まあ、夜が更けた頃にまた帰っていくみたいなね、そういうのも、まあ、気になる人はなるし、まあ、僕らはね別にそこまで気にならないんですよ。なんないです、私たちはそんなに。なんないけど、やっぱりそこら辺を100歩譲ってさ、迷惑になるかもしれないっていう、まあ、日本人の、心情は察しと思いやりって言うじゃん、でもそこら辺をね、キャンプ場でも大事にしていければいいんじゃないかなと思います。はい、あとギア、あ、ギアですね。ギアについてはね、そうですね、まあ、僕は焚き火台好きなんで、今のロゴスのは結構使いやすいです。で、あと焚き火に関してはまあ、僕のこだわりなんですけど、調理する面がここだとして、焚き火の、下のあれなんだったっけ、ロストル、ロストル、ロストルっていう下の受けがあるんですけど、ここの高さがね、僕が多少あるのは結構好きで、なんでかというと火の調整がやりやすいからさ、まあそこは好みなんですけど、なんかある調理器具、あ、調理器具っていうかキャンプギア、あとワックのマット、すごい寝心地がいい。ああ、そうだね。まあ、まだ実践ではね使ってないんですけど、まあ、なかなか泊まりキャンプ行けなくて、まあ、コロナ禍ということで、どこも閉鎖中なんで、まあでも家でね使った感じはすごくいいし、多分地面の多少の凹凸もいなしてくれるはずだから、あれはいいと思う。まあ、あとがない人もいいってことだよね。これからの冬はね、ビアーズロックの寝袋をうち使ってるんですけど、まあ、それも多分もう絶対、ビアーズロックは良かった、いいと思う。はい、谷キャンプさん、はい、今一番欲しいものは、今一番欲しいものですか。ハイエース言うと思った。ちなみにですけど、物欲やばいですからね。なんですよ物欲やばいっていうか、すごいビジョンがすっごい先まであって、でそこに向けて、まあ、いろんなものを計画的に買っていくんですけど、もう渋滞してますね、欲しいものが。まあ、もちろんその話をしていく中で、いらないもののその物欲ではなくて、今後必要だねっていうようなもののその物欲というか、必要なものっていう感じなので、まあ、ちょっと物欲とはまた違うんだろうけど、先の方まで見据えて言ってくるので、結構いろんな話をしながらね、なんですよ。はい、で、まあ、一応嫁さんが達夫と海子チャンネルっていうチャンネルあって、まあ、すごくね旅動画の中で面白いんですよ。あとボンダミさんなんかもね、伊豆ちゃんがすごい面白おかしくね、運転しながら喋ったりして、車中泊とかね、旅動画なんですけど、それもね、まあ、そういうのを見ながらですね、
キャンプをしながらの車中泊にすごい憧れてるんですよ、うん、まあ、そういうのもあってハイエースが欲しいです。はい、いや、うんじゃなくていいってよ。うふんじゃないから。動画ではそう見えるのかな。チルチル 3.83、うん、いつも夕飯の時に拝見するのが楽しみで動画がアップされているととっても嬉しいです、うん、はい、夫婦ともともビーコさんの美しいお顔立ちが大好きです。そしてビーコさんにとっても優しいカズさんの大ファンです、うん、そんなカズさんに勝手な親近感を抱いているうちの旦那さん、うん、O 型が、うん、カズさんは絶対に自分と同じ O 型だと言い張ってなりません。ああ、私はカズさんは A 型なんじゃないかと思っています。よかったら教えてください。はい、僕は B ですね。はい、 B 型なんですけど、まあ本当によく、あ、でもね、A と B、あ、A と O はよく言われる。どこを見て A って思うかな。わかんない。私から見たらもう A ではないですね。うん、家だから、まあ、家の中みんな違うんだろうけど。うん、で、僕やっぱり B 型は自分のテリトリーきれいにするとかってよく言われるんですけど、うん、まあ本当にね、自分の身の回りは僕きれいにするし、まあ、仕事はもちろんなんだけどさ。うん、で、管理なんかも結構しっかりしておったんだよね、うんうんうん、でそういうので A 型ってちょこちょこ言われてた。 あとはすごく、まあ、マイペースでおっとりしてて、うん、まあ、感情的にほとんどならないんですよ、うん、よっぽどなことがない限りは、うん、だからそういうのも含めてね、まあ、A 型とか O 型はよく言われますね。あ、そうだね、性格の部分では O 型かもね。うん、そうだね、おっとりしてて、うん、マイペースで、まあ、常に冷静沈着みたいな感じではよく言われる、うん、ではあるかもね、うん、ユーザー名、ユーザー名、ユーザー名はこちらなんですけど、うん、結婚何年目ですか、お二人はおいくつですか。はい、ではさっきと被ってますね。はい、結婚は19年目です。はい、で年齢は言っていいの、うん、は僕が39、はい、で嫁さんが38の年だけど今30、まだ7ですね。ああ、そうですね、はい、もう少しで40でもすごい早いよね、うん、早い、気持ちはまだ20代なんですけど、うん、みんなそうだと思う、うん、はい、で最近抜け毛がすごくて、あ、髪の毛をすごい気にしてます。え , 笑いすぎた。いや、頑張ってんなと思って、うん、頑張ってます。最近すごい育毛頑張ってます。頑張ってます、うん、はい、マサヤンキャンプさん、うん、同じ鹿児島からの動画で 毎回楽しみに見させてもらっています、はい、それでは質問なんですが、はい、キャンプで一番好きな時間帯は何時頃でしょうか。あー、そうですね、これ好きだな、まあ、時間帯というよりはご飯を食べてから寝るまでの間の時間すごい好きかな。うん、ね、うん、まあ、まったりしてる、焚き火をしながらってことだよね。そうそうそう、うん、でもっと言うなら、嫁さんが寝た後に一人で焚き火をしながらネットフリックス見るのはすごい好き。ああ、そうなんだ、うん、で多分嫁さんは寝るのが好きだから、うん、布団に入る瞬間好きだと思うんだけど、うん、それより前に多分今後温泉に行ってからキャンプ場に行くパターンとか増えてくると思うんですよ、うん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 、ってなると多分ね、温泉から帰ってきた後のいっぱいの時がすごい、うん、いいんじゃないかな。そう、それは幸せだったね、うん、一度だけその泊まりキャンプで三池キャンプをしたんだけど、うん、ね、うん、もうその時は本当に最高、この上ない幸せだったね、うん、それは思ったですね、はい、あと私は朝が好きです。ああ、確かにね、うん、朝いいかも、朝の焚き火もいいもんね、うん、ゆらめじんさん、うん、かずさん、びーこさん、こんばんは。こんばんは。動画拝見しました、かずさんに質問です、はい、びーこさんの手料理何が一番好きですか。そしてビーコさんに質問です、はい、カズさんの DIY 一番良かったのは何ですか。あ、はいはい、あ、いい質問、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いいですね、うん、手料理で、なんだろうな、まあ、唐揚げ、唐揚げは美味しいですね、うん、で、あと煮付けも美味しいかな、うん、はい、はい、以上。まあ、あとまだいっぱいあるんだけど、あんまり言いすぎるとなんか嘘みたいじゃん、うん、まあね、うんうん、最初料理めちゃくちゃ下手だったんですよ、うん、言っちゃ悪いんですけど、だんだん上手になったよね、うん、まあ、料理してない僕が褒めるのもなんだけど、
すごい味の好みっていうのはもともと結構似てて、結構似てて、まあそこら辺のすり合わせがうまくいって、うん、今も好みも全部一緒で、まあ、あのラーメンを食べたいって思うタイミングももう全部似たような感じになってきてるんですけど、まあ、食の好みと味が合うっていうのはやっぱ結婚でも必要、その好みが合わないっていうところでこう、うまくいかなかったりする人たちもいるみたいなので、まあ、唐揚げは美味しいですね。はい、ありがとうございます、はい、で、カズさんの DIY、良かったの、良、かったこと、良かったことは、やっぱりその、さっきも血液型の話でも良、かったものじゃないの、良かった、良かったのは、血液、まあ言ったけど、その、しっかり勉強して、自分なりに勉強して、きっちり自分の頭の中でシミュレーションして、で、本番にこう、何が必要っていうのも全部書き出して、事前に全部購入して揃えて、で、頭のそのシミュレーション通りに行くから、結構、あ、ここがこうだったなとかっていう、なんか無駄がないっていうか、その DIY する中で、全てにおいて何が良かったじゃなくて、そのシミュレーションがきっちりいろんなことで、その DIY に関してじゃなくても、まあ、タープを立てるとか、その何にしろ事前にしっかり勉強した上で取り組むから、そこでもたもたしないっていうのが一番良かったところ、いいところですね。まあ、DIY で一番作って良かったって、まあ、自分的に思うのは倉庫かな。ああ、そうですね、それはまだ大工になる前だったんですよ。大工になる前で、まあ、倉庫作って、で、あの建て方は骨組み構造材ね、柱ね、はあの嫁さんのお父さんがもう経験者で一緒にしたんですよ、で、あのタルキとか、タルキって屋根の、あのこの 棒ね、屋根をかぶせるための棒、タルキって言うんですけど、そこからもう全部自分でやったんですよね、で、サイディングを張るのは嫁さんと二人でやって、大工になる前ですよ、何も知らないのに。1年かかりましたね。1年かかりました、もう日曜大工でやりながらね、でも今思うと本当によくやったなと思うし、そうだよね、情報何もなくて大工の知り合いもいないし、誰にも聞けなくて、でネットでも調べまくってさ、であとその入り口のドアをどうしようかっていうのもすっごく悩んで、で悩みすぎて夜眠れなかったんですよ、言ってたね、でもうドアもね今も普通に使えても子供もガラガラできるぐらい軽いんですけど、あれはでも本当素人ながらよく作ったなと思う。そうだね、雨の日に嫁さんと2人でもあのブルーシートで屋根をつけてさコンクリートをコテでこうなぜてさ、素人ながらにさやったよね、それをその時2人で YouTube まだしてなかったから、まだしてなくて撮影してないで本当にただひたすら作業しただけ、趣味で、そうそういうことだったね、まあ倉庫はもう一番良かったかな。 そうだね、その倉庫、あの大きい何畳かな、あれがあれ何畳、横が4メーター50の奥行きが確か3メーターちょっとぐらいあるんだよ、だから結構でかいんですよね、そうですね、だからあれを作ったくらいから、まあこの人だったら何でもできるかなっていう気持ちになったっていうのもありますね、あ、そうなんですか、そうです、やっぱり初耳ですね、まあ、任しとけばいいかっていう、あ、なるほどね、はい、初耳ですね、任せられないのは金銭面だけってことですね、はい、そうですそれはもう任せられない。チョコチョコ222523、キャンプ用品はどのように収納されていますか、キャンプ用品は僕が作ったラックに収納してて、ラックね、あの結構大きめに作ったんですよね、もともと奥行きをどうしようかっていうのをすっごい悩んでて、で、まあ、僕が勝手にね、60センチぐらいあればいいんじゃないと思って、バンチグリスのテントと、あとサバティカルのテントを、まあ、持ってて、でテントのその収納さ袋の状態のこの長さがまあ60センチぐらいあれば結構綺麗に収まるぐらいだったんですよ、で最初物が入ってない状態だとちょっとでかすぎだなと思ったんですけど、物がやっぱ増えてくると60センチにしてて本当良かったんです。良かった。最初私帰ってきた時に、結構でかく作ったんだね、奥行き広く取ったんだねって言ったんだけど、今となっては大正解でした、大正解ですね、で動画はね制作動画出してますので、そこはねちょっと見てもらいたいかなと思います、はい、スー32143、
カズさん、ビッコさん、改めて登録者数2万人超え、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いざ質問となるといっぱいありすぎるので、はい、素敵なご夫婦の秘訣など教えていただきたいです。はい、アウトドア関係の質問じゃなくてごめんなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な夫婦の秘訣ですか。いや、でもなんだろうね、な、うん、まあ、よく喋ることかな。あ、まあ、よく喋るね。うん、よく喋るし、その分衝突もすごいしますね。うん、なんですよね、うん、その今は同じ目標に向かってやっていってるから、うん、さっきも言ったように、うん、喧嘩は少なくなってるんですけど、もともとはすごい喧嘩をする夫婦で、うん、で、あのめちゃくちゃ温厚で、喧嘩になったらすぐ黙る方で、うん、あのマシンガントークでずっと怒ってる方。でも女の人はそうなんだよ、ね、うん、一晩寝ても怒りが収まらないタイプです。はい、そうです。そうです。僕はもう一晩寝たら忘れるタイプで、でずっとだからなんていうのかな、もうサンドバッグ状態、うん、で僕はもういつも冷静で、あ、こいつまた始まった、何言ってんだろうと思ってずっと黙って聞いてます。はいはい、はいはいはいって、ね、それがうまくいくんですよ、うん、僕はもう家族の中ではサンドバッグという立ち位置で、あの子供からもよく当たられます。なぜか知らないですけど。特に次女で、うん、特に次女からの攻撃が半端なくて、あの B 子が次女を怒ります。で、あの次女は、まあ、怒られたことに対して、まあ、あの不満がやっぱりそれなりに子供なりにね、うん、反抗期だったりするとあるわけですよ、うん、でその矛先が僕に来ます。なぜかね。あ、そう、あ、そう、あ、はいはいはいっつって。そうですね、はい、はい、あ、まあ、あとでもそれなりにお互い趣味を持つのもやっぱり大事かな。あ、そうだね、うん、ね、お互いの趣味をやっぱり否定することなく、うん、ね、あの認めてあげて、うん、やっぱり二人で共通の趣味を持つっていうのももちろん大事だと思うし、それは一番大事だと思う、うん、共通の趣味っていうのは、うんうん、やっぱりその中で会話が増えていくから。そうそうそう、あと、まあ、それ以外だと映画もそれなりに見るし、うん、まあ、最近はあんまないか、うん、最近はもう見れない、うん、最近は見れないですけど、まあ、ちょっと前まで、ね、映画もよく週末借りて見てたし、うん、だから2人の共通の趣味があって、あの共通ではない趣味もあって、うん、だけどお互いの趣味に興味を持ちつつ、うん、程よい距離感で、うん、そうだね、うん、ですよね、はい。でも夫婦ってバランスよくできるもんだよね。うん、できるもんだと思う。各家庭でね。そう。基本僕たち、あの結構人見知りで、うん、あの外では僕も全然人とあんまり喋らないんですよ。うん、で、めっちゃ外では喋るタイプで、うん、あの B 子は、うん。で、家に帰ってくると、うん、家ではめっちゃ喋るタイプで、家では喋らないタイプなんですよ。そうなんですよ。うん、ね、うん、まあそういうのもあるのかな。うん、そうだね、うん、本当そうだよね、うん、外ではまあ僕はもう全然喋りません、うん、家ではなんでそんなに喋るのっていうぐらい喋る、はい、うん、はい、0920K さん、うん、はい、いつも動画楽しく拝見しております、はい、動画内の鹿児島弁が癒されます、はい、癒されるので疲れた時とかは特に見ています、うん、はい、今県外に住んでいて夫婦で来年から鹿児島に戻る予定なんですが、 おすすめのキャンプ地ありますか、はい、キャンプ始めて間もないですが、いつもカッペットのつがいさんの真似をしています。これからも動画楽しみにしています。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、キャンプ地についてはですね、僕たちもまだ未開拓なところがすごく多くて、うん、逆に教えてもらいたいんですよね、うん、でも、あの僕たち今まで行ったことある数少ない中の一番大好きなところは今のところ三池キャンプかな、うん、そうだね、うん、まあ、鹿児島ではないのか、ね、宮崎になるのかな、ね、でも国民休養地とかも行ってみたいし、広いしさ、うん、あの湯気が山から出てる感じもすごい綺麗じゃん、うん、あと旅の湯とかも行ってみたいし、うん、だから行ってみたいけどまだ行けてないところすごく多いんですよ。だからそこについてはですね、僕たちも情報もらいたいです、はい、おすすめのところね、はい、ぜひお願いします、はい、お願いします。ドキン JP さん、はい、いつも夫婦で拝見しております、はい、ありがとうございます。私はお二人の動画を見てから旦那のキャンプについていくようになりました、うん、おお、すごい、ね、うん、質問です。
YouTube を始められたきっかけは何ですか？あー、なるほどね、うん、まあでも、正直に言うと副収入が欲しかったからですね、うん、でそれはもう正直なところ、うん、正直なところで僕 YouTube のアカウント作ったのめちゃくちゃ早いんですよ実はね、うん、あの2009年だったかな、うん、だったと思う。本当すごく早くて、うん、誰に YouTube って言ってもまだ知らなかったんですよ、うん、広告収入って何って言ってた頃ですね。そうそう、広告収入何っていう感じで、うん、で、ね、YouTube 始めたきっかけはですね、とりあえず僕本当にさっきから言うように他の友達以外の人とはあまりそんな喋らなくて、うん、で広く浅くっていう付き合いもあまり好きじゃなくてね、うん、一人の時間で、まあ、結構好きなんだけど、うん、だけど自分のね趣味を、うん、同じ趣味、まあ、僕と多分似たような人間っていうのはいっぱいいて、うん、多分そういう人たちも他の人とはあまり繋がらないんですよね、うんうん、だけどこ の, インターネットっていうこのなんだろうこの世界を通じてさ、うん、似たような人がいて、うん、同じ趣味を持ってて、うん、そういう人と、まあ、情報交換できると面白いなって思って動画を始めたんですよね、うんうん、でね動画を始める前は本当はブログをしてました。うんうんうん、でブログのアドセンスっていうので報告収入をねブログに貼れるっていう審査をそもそも受けてて、うん、でそれに審査を受かってブログを書いてたんですよ、うん、でその後に YouTube も面白そうだなと思ってやってて、うん、で YouTube もともとねずっとやってたら YouTube の方から広告を貼って収益を得りませんか得ませんかっていう誘いが来るっていうのがよく言われてたのね、うん、その時ね、最初の方、ね、最初の方、うん、だけど僕はもともと Google AdSense のブログのそのセンスをもう持ってたから、うん、ライセンスを、うん、それとその YouTube と関連付けしたら、うん、もう収益が得られるっていうのがもう出来上がってたんですよ、うん、知らないうちにね、うん、だったらもう YouTube ちょっとやってみようと思って最初犬を写したりとか、うんうん、あと仮面をかぶって最初顔出してなかったんで、うん、仮面をかぶって商品紹介したりとか、うん、筋トレ動画を上げたりとか、うん、でもともと一人だったんで、うん、ゲーム実況動画だったんですよね、うんうん、このチャンネル実はね、うん、で、まあ、なんだかんだで今みたいな感じになったんですけど、うん、まあ、本当にもうずっと遡っていくと、うん、副収入が欲しいから、うん、だよねです、はいはい、パピー 4B13 かな、はい、はじめまして、いつも見ています。鹿児島出身ということなのでおすすめ芋焼酎教えてもらいたいです。おー、芋焼酎か。焼酎飲まないけどな。そうなんだよね。でもこっちの人たちはだいたい小鹿を飲んでますね、うんうん、バンビですね。バンビ、あー、うん、そうね、はい、小鹿を、うん、飲んでる人も多いよね。でも分かれるよね。例えば総合市方面だと若塩とか多かったりとか、肝付町、うん、らへんだと大会とか、うん、結構ね人によってやっぱり違うんですよね。ああ、そうなんだ。うん、そうか。おすすめって言われるとすっごい多分好みが分かれるんだけど、うん、まあ、自分たちも焼酎を飲まないので、うん、何がっていうのはちょっとはっきりと言えないんですけど、うん、鹿児島の人ですかね。うん、鹿児島出身ということなので。ああ、なるほどね。実家は多いよね。でもやっぱね、実家が多いんじゃない、まあ、僕たちの住んでるところらへんの、うん、焼酎を好んで飲む方たちはねほとんど小鹿、うん、ですね。で飲み屋街に置いてあるのもほとんど小鹿、うん、ですね、はい。ユバイ Z マキ4113、はい、いつも動画を楽しみにしています、はい、今回質問にお答えしていただけるということなので、はいはい、ここで一つ質問させていただきます、はい、カッペのつがいさんになる前の動画でカズさんはいろんなことに興味を持ち、はい、やってきているようなのですが、はい、過去にハマったロードバイクとか、うん、マインクラフト、うん、いろいろ今もされているんですか、うん、それが気になりました。よろしくお願いします、はい、ですね、ロードバイクは嫁さんのね、うん、ロードバイクっていうかクロスバイクかな、はい、はまだあって、うん、で僕のはですね、うん、もう趣味が多すぎてもう趣味が渋滞してしまってロードバイクに行く時間なくなってですね、でロードバイクを、うん、ま、売却して、うん、売却したお金で、うん、タムロンの望遠レンズを買いました、はい、もう渋滞するんですよ。なんですよ、もうやりたいことが多すぎて、はい、目まぐるしくね、うん、いろいろ変わるんですよね、うん、
自分がまあ興味がなくなったものをまた他の人に使ってもらって、うん、新しいのを買う、そう、新しいのを買うっていうような感じで、うん、まあ、物から物へとどんどん変わっていきます、うん、ですね、うん、ロードバイクはまあそんな感じで、うん、マインクラフトはですねたまにやるかな。でも実況とかはしてないです、うんうん、もう全然やる時間もなくて、うん、でゲーム自体も本当やりたいんですけど、うん、あのパソコンでね、あのバルハラだったかな、アサシンクリードのさ、あのゲームも去年か一昨年か買ったんですよ、うん、で本当 2,3 日とか時間が連休がねあった時の夜なんかはたまにやったりするんですけど、基本的にはもう編集に追われてもうゲームどころじゃないですないですね、はい、はい、758723、はい、3点質問です、はい、キャンプ用品でこれは失敗したなと思ったものありますか、うん、うんうんうん、過去おすすめはこれまでも紹介されていると思うので、うん、で2つ目、編集やコメントに返信をしているのはどちらでしょうか、うん、3つ目、もともとカズさんが YouTube を始められたと思いますが、うん、きっかけは、また始めることを聞いた時、うん、B 子さんはどう思いましたか、うん、はい、まず1つ目の質問、はい、キャンプ用品でこれまで失敗したと思ったものありますか。失敗あるけ、失敗ないかもないよね。うん、そのタープに関して、タープ大きいんですけど、うちのタープ、うん、もうちょっとちっちゃいのも必要だよねとかっていうのはあるんですけど、うん、これを買ったから失敗だったねとかはないよね。そうそう、大きいタープで逆に良かったと思ってるし、うん、失敗ね、うん、失敗はないかな、今のとこないね、ないかな、はい、その安いあのランタンに関しても失敗だとは思ってない、うん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 、それはそれで味があるし、うん、まあ面白いなって思ってるんで、うん、そうだね、うん、そうだね、失敗だ、失敗、うん、失敗ないかな、はい、じゃあ2つ目、編集やコメントに返信をしているのはどちらでしょうか、はい、ですね、 YouTube に関しては、まあ、私の方が基本的に返信をしてます、はい、で、あの Instagram に関しては嫁さんの方がね、はい、あの B 子の方がやってます、はい、すいません、ちょっと時間がどうしてもある時にしてしまわないといけないので、うん、ちょっと返信できなかったりとか、うん、返信がかなり遅れたりとかしてるんですけど、うん、なるべく返信はしようとは心がけているんですけど、うん、まあ、ちょっと返信できなかった分に関しては申し訳ございません。でこれからもうちょっと、はい、ハートいいねっていうのかな、ちょっともう本当は返したいんだけど、うん、今すぐ、まあ、とりあえず呼んだよっていう意味で、うん、ハートだけ押させてもらっての返信をさせていただきたいなって、うん、すいません思っています。もともとカズさんが YouTube を始められたと思いますが、うん、きっかけは、また始めることを聞いた B 子さんはどう思いましたか。はい、まあ、さっき言ったね、うん、さっきと被ってるんですけど、はい、まあ、最初はね YouTube っていうよりはブログの方で始まって、うん、副収入もらえたらいいかなってお話ししたと思うんですけど、うん、このブログに広告を貼って、 Google の広告をね、うん、貼って、一番最初に1円入った時、うん、めちゃめちゃ喜びましたね、うん、ですっげえ嫁さんに言いました。はい、私も全然覚えてます、それもね、うん、見て、1円入ったよ、すごくないって言って、うん、でネットの世界でさ、うん、自分で実際に働かないで、うん、お金を稼ぐって、まあ今不労所得って言っても普通に言われてるけど、うん、本当にすごいことだと思うんだよね、うんうん、だからそれに対して1円稼ぐのを、その大事さにね、うん、気づけてる人は、うん、すごいなと思う、うん、思うし、本当に1円稼いだのすっげー喜んだね、喜んだで、すごいってもうずっとその時話したもんね、うん、いかにすごいかっていうのをね、うん、まあね、すごい作り上げるわけだからね、自分でね、そうそうそう、そうパソコン上でだけど、しかも不労所得っていうのはやっぱり自分でも働かないで、うん、その収益がねできるっていう、そのシステムなわけじゃん、うん、まあ、YouTube なんかもまあもちろんそうなんだけどさ、うん、やっぱねなかなか難しいことだよ、うん、難しい世界、うん、本当に それは思う。だけどまあそんだけでもね、1円稼いだの言ったの覚えてると思うけど、うん、B 子的には、うん、たったそんだけしかないんだったらバイト行けよってよく言ってたからね。はい、そうです。その当時ですね。ね、今となってはその意味がわかるんだけど、うん、その時はもう全く興味がなかったので、うん、
だし多分普通に聞いてももうほとんどの人はバイトした方が稼げるでしょって思うと思う、うん、そう。でもまあその根本的なものが違うからね、考えなんていうのかな、そのそう、なんか僕はもうその時からそれに気づいてました、うんうん、はい、わかりましたで、その時聞いたの、うん、B 子は、うん、そうですね、私はまあまだその時子供がちっちゃかったんですよね、うん、で、手もかかるのに、まあとにかくはらけてましたよね、常に怒ってた、うん、常になんか、ね、あの、うん、子供のことがまず先なので、うん、まあ、結構育児には参加してくれてた方だと思うんですけど、やっぱそっちにも時間を費やしてたんで、うん、でその調べ物とかね、一つ一つ自分で調べていったんですよ。で作り上げていってるので、うん、結構その一つに対して、一つわからないことに対してずっと調べてたりとかするから、うん、本当に2日ぐらい費やして、そうもう本当にそれ調べても出てこないのは、実際にあの市内の本屋さんに行って、うん、まあ、ちょっとまあ立ち読み結構見たりして調べたりしてさ、うん、で YouTube に今みたいに動画がないんだもん、うん、そうだね、解説動画が、うん、だからもう本当全部自分で調べないとさ、うん、なかったし、うん、だから、うん、本当すっごい苦労した、うん、そう、もうかれこれ10年ぐらい前だよね、10年が近いかもね、うん、そんなんしてたんで、やっぱりその時は子供がちっちゃかったっていうのがあっての、うん、イライラしてた気がします、うん、そんなこといいからみたいな、うん、ですね、まあ、でもその頃があったから今があるわけであって、 そんなあの YouTube なんかやめてしまえって何度言われたことか、うん、そうチャードットミドーキャンプさんかな、うん、いつも楽しく入って、あ、いつも楽しく見ています。大隅半島のキャンプ場にも早く行きたくてうずうずしています、うん、質問です。以前カズさんが欲しいものをビーコさんにプレゼンして決めていると言っていますが、うん、どんな感じで読んでいるのか見てみたいなと思います、うん、あー、うん、なるほどね。どんな感じ、どんなんだろう、もう何気ない普通の会話だよね。何気ない普通の会話を、うん、まあ言えば朝聞かされて、うん、帰ってきて、うん、一時こうまあ、自分たちのご飯とかして、うん、でまたその話をしだして、うん、でまた寝る前に、うん、ね、さっきの話なんだけどさ、うん、っていうのを買うまで聞かされるっていうプレゼンです、うん、まあね、あのいろんな方法があるんですよ、うん、やっぱりね、うん、あのプレゼントいえどこれはもはや洗脳ですはいやっぱり私間違ってなかったんだよ、ほら前さ、洗脳されてるって言ったでしょ、やっぱそうなんじゃもうない言い方なんだね、やっぱね、まあ、だけど、その要は大事なのはさ、あの仕事のプレゼントとかそういうのでも大事なんだけど、その欲しいものを買ったことに対して、うん、まあ、それでどういうふうなあのその私生活に影響が及ぼすか、うん、その自分の趣味がどういうふうにこう幅が広がるのかっていうのを、うん、ちゃんと説明した方がいい、うん、いかに大事なものかっていうのをね、うん、っていうのはよく言うね、うん、これを買ったことによって、うん、まあ、こういうことができるよとか、うん、後に、まあ、あのこれを買って次にこれを買えば、うん、あのよりいいよとかさ、うん、そうだね、うん、だから先を見据えて一応これを選んでるんだよっていうような、うん、まあ、ものによってまた違うんだけど、うん、そんなアプローチの仕方がいいっていうか、まあ、僕はそういう風にしてるかな。そうだね、それはそうだな、うん、計画を持ってこれが欲しいっていう、うんうんうん、じゃあリンケイ、リンケイ1215さん、はい、お二人は生まれも育ちも薩摩っ子ですか。行ってみたい箇所、うん、国内国外ありますか。ああ、そうですね、僕たちは大隅半島ですね、はい、生まれも育ちも、はいはい、で、行ってみたい場所はとりあえず京都。これは私が強く思う、うん、行ってみたい場所なんですね、はい、であと USJ 行ってみたい、はい、いや、うん、まあ、私たち自身がさ、うん、県外にそんな出たことがないっていうのもあるから。そうですね、いろんな場所をとにかく見てみたいっていうのが、うん、今すごく2人とも強く思ってて、うん、もう私たちももう40なんで、うん、まあ、普通の人だったら今まだこれからまだ私たちも子育て中なんだけども、うん、結婚が早かった分もうすぐ手が離れる、うん、でこうやってありがたいことに YouTube をさせてもらってて、うん、
いろんなことを皆さんと共感共有できる場所があるので、うん、そういろんなところを見ていろんな情報をもらっていろんな景色を見たいっていうのが今私たちの、うん、なんだよね、うん、以上、はい、以上です。はい、で今質問を一旦読んだんですけど、うん、ちょっと答えられない質問に関しては、うん、もう読み上げも控えました、うん、ので、はい、ちょっとそこはごめんなさい、はい、答えられないんだなって思っていただければありがたいです。はい、はいはい、それではですね、うん、たくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございました。どうだったでしょうか。しっかり答えられてるかなって思うんだけど、うん、本当に質問をもらえてっていうか、うん、本当にあるかなって言って、そうそもそもそうなんですよ。で、まあ、キャンプにも行けなくて、うん、なかなかこう身動きが取れない状況で、うん、じゃあ自分たちをもっとじゃあこの機会に知ってもらおう、うん、まあその質問があるのであれば、うん、ちょっとしてみるっていう感じでしたんで、うん、そうまあもう一個も来ないかもねっていう不安もあったし、はい、でもこうやって質問していただき、いただいて本当に嬉しく思います、うん、はい、ありがとうございます。ま一応ね、この動画を上げる時には、9月は終わってるかな、まあ、微妙なとこなんですけど、うん、まあ、一応9月30日まで鹿児島県はどこもね、キャンプ場は閉鎖だと思いますので、うん、まあ、キャンプ動画はね、もうそれが明けてからとなります、はい、で10月からはですね、うん、今まで通り、はい、まあ、キャンプ動画ですね、撮れるかなと思います、うん、ね、やっぱコロナが早く落ち着いてくれないとね、大変ですよね。そう、鹿児島だけじゃないわけだもんね、うん、県外でやっぱり移動もできないし、県をまたぐ移動もね、そうです、限られてしまいますね、はい、どうしても。まあ、ちょっとしばらくの間はですね、はい、こうやって皆さんに、まあ、いつもと違うなというような動画でね、お付き合いいただいたわけなんですけど、はい、まあ、そういった中でもね、見ていただける、はい、まあね、視聴者の方がいて本当に感謝をしつつ、はい、この動画を撮っているところであります、はい、まあ、こういったね、僕たちではあるんですけど、また今後ともですね、まあ、すんごい訛りで動画を出していきますんで、はい、ね、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。They couldn't change us, they couldn't catch